すごね。韓国関連情報をお伝えするアイコリアユーです。今回は新大久保でおすすめしたいコスパ最高の韓国料理をご紹介します。お店まではまず新大久保の大通りをまっすぐ歩いていきます。イケメン通りも過ぎたところにあるイッチュンチップという場所とプングムの間の通りを曲がっていきます。お店は韓国語でポハンフェッチップと書いているお刺身屋さんです。いつも夜に来ているので気づきませんでしたが、ランチメニューもかなりお得ですね。ここのおすすめポイントは人数で料金が決まってるわけではなくセットなので家族単位や2人で来るのもちょうどいいです。私たちは梅コースに麺運タンを最後につけたコースにしました。コースに出てくる料理がとてもボリュームもあって美味しそうでした。ポップン茶という韓国のワインですが、とても甘くて美味しいのでおすすめです。食べても食べてもどんどん出てくるおかずがとっても多いので最後までぜひ見てみてください。最近韓国の刺身屋さんでもこんなにボリュームがたっぷり出るところはないので本当におすすめです。タコにはごま油と味付けがされているのでそのまま食べたら大丈夫でした。チヂミが薄くてカリカリだったので美味しく食べれました。ここのカンジャンセウは少しピリ辛で臭みがなくエビの甘みがとっても美味しかったです。
刷起来的时候，那卡就这样慢。听清楚。カリッカリに焼かれたサバがとっても美味しかったです。韓国にか、韓国におんごかったな。ベトナムがベトナムおんごかったな。韓国人が없어서好きなんだな。다 썼어? 다 썼어? 이제 참돔이고 이게 파이야. 한국ではこの刺身をサンチュに包んで食べます。おかずが多かったのでご飯は追加で注文しました。반장게장의미가프리프리데とっても美味しかったです。배처럼식혜식혜도最後のメウンタンは追加2000円で注文しました。日本でなかなかこのメウンタンを食べれるところは少ないのでここで食べれて本当に良かったです。鍋の中にはお魚やすいとん、そして豆腐などが入っていてとてもボリューミーでした。本当にコースにたくさんの料理が出てきてたくさん食べましたけど、最後にこの辛いスープで締めると本当に大満足です。コスパ最高の大満足のコースでした。お刺身以外にも貝焼きなどのコースも人気みたいですね。今度また新大久保に来たら貝のメニューも食べてみたいと思います。今回コースは4人で食べたんですが、ボリュームが本当に多くて4人でもお腹いっぱいになるぐらい大満足でした。有名人もたくさん来るほど穴場のお店みたいですね。今回は新大久保おすすめの韓国料理ポハン刺身をご紹介しました。ぜひ気になった方はご参考にしてみてください。チャンネル登録いいねお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてアラームをつけるとライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行や釜山旅行など動画まとめで見ると分かりやすいのでぜひチェックしてみてください。ヤフーニュースも書いています。ヤフーニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイコラユーのメンバーになると過去のライブを見ることができたり、 Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイコレユーから YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は iPurpleU メンバー登録の上 Instagram の DM をお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバーイ。